ください。天然記念物になってますから、手すりとか柵を作ることができませんし、足元も自然のままですね。2ヶ月ほど前も1人落ちまして、ヘリコプターで釣り上げてどこへ持っていきました。ちなみに落ちる友達は8割ぐらいはもらうためですね。残りの2割は中途半端で帰ります。中途半端みんな救急車ですね。8割はもう救急車乗りません。箱に入って別の車になりますね。はい、では